校や仙北校の高等部2年生と地域のクリーンアップをしました。地域の人が喜んでくれると嬉しいです。道路に缶やタバコの吸い殻がたくさん落ちていったことです。ゴミのポイ捨てをしないでください。ゴミのないみんなが暮らしやすい街にしていきたいです。花火の街の大曲がりです。よく花火の音が聞こえます。たくさんの人が来てほしいです。いい感じ。